デビッド・ハドルストーンはアメリカ合衆国バージニア州生まれの俳優。1930年にバージニア州ビントンに生まれる。俳優として活動する前はアメリカ空軍で働いた。後に役者を目指すようになり、アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演劇を学ぶ。その後役者として活動を始めてからは、性格俳優として位置づけされ様々な映画や、 テレビドラマに出演して、その存在感を披露。初の大役として知られるのは1985年に出演したダドリーム・アシエンのファンタジー、サンタクロースで、その大柄な体格を生かして、サンタクロースを演じた。その後も、人気テレビシリーズの素晴らしき日々では、主人公の祖父役、公園兄弟のブラックコメディでは一癖も、二癖もある主人公と、 同性同盟の大富豪を演じて、その演技力の幅広さを見せた。晩年は、心臓と腎臓の疾患の闘病生活を送り、2016年8月2日に、ニューメキシコ州サンタフェで死去した。85歳没。デビッド・ハドルストン・バイオグラフィー、ハットデビッド・ハドルストン・バイオグラフィー、ヤフー・ムービーズ・ハット、ビッグ・リボース・キーのデビッド・ハドルストンさん、85歳で、 死去シネマトゥデイ2016年8月5日。ありがとうございます。